はい、皆さんおはこんばんにちは、バットです。今日もどだべご飯シリーズおかずはほおば味噌っていうのがね、多分お土産でもらったと思うんですけど、まあこの地方の岐阜の飛騨の方のね、まあ名物というかそういうものとご飯を食らいたいと思います。で実はもうここに炭が用意されてまして、ご飯をのせるだけなんですけど、これここはね、この間前回もう炊き上がりのところまでは、動画アップしたので、まあところどころ早回しで、ご飯の炊き上がりまでは進めていきたいと思います。じゃあご飯のせようかな。もうね、いちご見えるかな、入ってます。さあ、あとは待つだけはいご飯もね、炊き上がってきました。まあ、以前乗せてから10分ぐらいですね、今ね。で、あともうちょい乗せて、それからまあ蒸らしで10分ぐらい置いておこうと思います。その間に、ほおば味噌のね準備をしたいと思います。これおろすかな、どうしよう。あ、もうチリ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 いい感じでチリチリいってますんでね、おろそうかな。よし、おろそう。よし、はい、ほうば味噌ですね。飛騨名産、これ何かっていうと、ほうばっていう、まあこの地方のこれ葉っぱがありまして、これがほうばっていう葉っぱなんですよね。これ2つ入ってるんで2色、あ違う、これ1個分だ。味噌2つに分かれてるかと思ったら1個だな。でこのほうばの上に、ほうばをこの網の上、網というか火の上に乗せて、でこの味噌を焼いて食うっていう、そういう郷土料理ですね。それが、ほうば味噌と甘口となってますね。であ、入んない。まあちょっとだけでいいんで、僕の場合炭火で焼く場合は網の上にほうばを敷き、お好みによりネギ、しいたけ、花がつおとを混ぜて焼きます。またサラダオイルを入れると風味を増しますという、そういうものですね。うん、これか、これこんなにも食えねえけど、まあちょこっと出してやってみたいと思いますけど、これ曲がっちゃって伸びないな。これ燃えないのかな、これじゃあちょっと、よいしょ。でネギはね、刻みネギついてるみたいですけど、別で普通の生のやつを切りましたので、これどんなもんだろう、量が分かんない。なんかちょっとやばい絵になってる大丈夫ですね、それ変なことは考えないでしょ。なんか今の出方見たらちょっとね、よいしょ、どんなもんだろう、なかなかうまいこと出ない。まあこんなもんかな。出方がやばいとかそんなこと言っちゃいけないですね。うん、でここにネギを投入して、もう混ぜちゃいたいと思います。
サラダ油って言ってたな。燃えちゃう？あのその飛騨の方行くとですね、居酒屋とかまあそういうご飯食べたりするとこれ結構置いてあるんですね。であの、ちっこいなんちゅうの一人用のあのほら下に固形燃料が入ってるようなあれで出てきたりしますね。その時はこの朴葉は燃えてないです当たり前ですけど直火ではないです。あの直火というかあのやっぱり網の上に乗ってますね。ちょっとこんな感じで、うん、見えますかね。こんな感じで伸ばしてみました。見えますかね。はい。サラダ油入れるのこれ。あんまり入れたくないな。なんかくどくなりそうなんでちょっとそれはやめときます。であとはこれを網の上に乗せるんですけど、ちょっとご飯の炊き上がりもあるんでね、それに合わせて乗せたいと思いますけど、網の方はちょっとさっきのご飯炊いたよりはちょっと炭を出しまして、五徳を上に乗せて網を乗せてると、そういう感じですね。もう焼いちゃおうかな。焼いちゃうか。こんな感じでどうでしょうか。こっち向きの方がいいのかな。どっち向きでもいいかこういう感じで炭火の上に乗せてます。あっつ、これがね多分ぐちゅぐちゅ焼けてくるんだと思うんですけどね。でこれをつけて飯を食らうと、そういう魂胆ですね。それと全く関係ないまた缶詰なんですけど、見えるかな、明治屋、どこだっけ、明治屋だよな、明治屋さんのウィンナーソーセージの缶詰。あのソーセージの缶詰、ウィンナーの缶詰ね、ちょっと他のメーカーを探してたんですけどこれしか見当たらなくて、とりあえず食べてみようと思って、まあ朴葉味噌と全然関係ないですけどね、これもちょっとわぐちゅぐちゅいってきましたよ。これ見えますか。ほら燃えないですね。やっぱりあこういう感じなんだな。俺あんまり食ったことねえんだよな。あもっと広げた方がいいなこれ。おおこういう感じで見えますかね。この下がぐじゅ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 ぐちゅ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 っとあこれでもう食べ頃なのかもな。じゃあご飯開けます。じゃじゃん、わい、あっちぇ、おーすげえ、また今日もいい感じに炊けてますね。ちょっと混ぜようかな。おー全然いい感じ。もう前回よりねちょっとちょっと長めに乗してたんでおこげももうちょっとできるかなと思ったんですけど全然できてないですね。また丼ですね。よし、よいしょ。これはうまいぞ多分。よし、ちょっと待ってね。うん、うまい。ウィンナーかご、おおすごい、これ見て
どうなってんのこれ。あ、こうな、あ、そういうことね。なるほど。なるほど、のっけたった。こういう感じでちょっと食べます。これはこれはやっぱこうだよな。どうなったらいいのかがいまいち分かってない。こういうことですよね。こういう感じですよね。塗りたくって食う。これはが進むに決まってるじゃないですか。こんな感じですね。焦げてんのか。あー、すげえ。やっぱこれネギ入れて正解。もうねちょっと油断するともう燃えてるんで外したいと思います。これ焦げちゃう。あ、ほうば、この葉っぱのいい匂いもしますね。だからだからなのか、この葉っぱの匂いもいいんでそういう郷土料理その名物なんでしょうね。適当なこと言ってますね。はい、詳しく知りません。この朴葉味噌の由来は同じ県民でも。じゃあ朴葉味噌で食べちゃったので残りはさっきのウインナー缶で食べてみたい。やっぱうまいぞ。でウインナー缶がどうなんでしょうか。これあんまり温まってる感がしないんですね。あ、これ味付けってどうなってんだろう。食べてみようか。食べてみたらいいんだな。なんかまあ汁に使ってるんだな。可愛いっすよね。なんかうん、これは何だろう。美味しいですよ。肉肉したウインナーっていうかソーセージと魚肉ソーセージってふにゃふにゃしたやつあるじゃないですか。あれの中間ですね。あれを足して2で割ったような食感と味、美味しいですよ。うん、いちいちキャンプとか行って、まあ、僕もこれから外でやろうとは思いますけど、キャンプとか行ってソーセージ、ね、袋で買ってやるよりはこれでも十分代用して使えるんじゃないかと思うんです。ただ僕これたまたま見つけたのがコンビニだったんで、コンビニで買って248円もしましたから、ちょっと高いのは高いですね。で、まあマスタードとかケチャップをつけたらベリーグーだと思いますよこれ。あ、沸騰してきちゃった。どうしよう、どうしよう、おろすか。これとどうやって食うんだっていうね。おかずにはまあご飯、
まあ、ご飯のおかずにはならないこともないですけど、さっきの大葉味噌の味の濃さが残ってるんで、ちょっと味にインパクトに欠けちゃうな、この組み合わせだけど十分美味しいです。ソーセージ缶おすすめです。ね、缶詰ばっかり最近食べてますけど、缶詰のね魅力に今、土鍋ご飯と缶詰の魅力に今取り憑かれてますじゃあ全部平らげておきますので、動画の方は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたそのうち土鍋ご飯さよなら。